まずこちらなんですけれども郡山消防本部によりますと熱中症を発症しながらも我慢して通報せず3時間以上経過してから救急要請をする人というのがおよそ4割を占めているといいます我慢することで重症化のリスク高まりますから大切なことはためらわずに通報するということです、はい、そのためにも症状を見ていきましょう 初期症状というのは手足のしびれ、めまいなどがありましてその次に吐き気、そして一番重いケースでは意識がなくなるなど命の危険が挙げられますもし周りで具合が悪そうな人がいた場合衣服を緩めて熱を体から放散させる体を冷やすということが大切です。その際に 冷たいペットボトルなどで首の両側、わきの下太ももの付け根に当てて冷やすというのも効果的なんだそうです。